皆さん、こんにちは。はい、私、邱燕と申します。中国の四川省から参りました。日本に来て今半年経ちました。私には見える日本と見えない日本についてお話します。外国の皆さん、日本へ来た日の気持ちをまた覚えていますか？私は日本へ来る前の日は興奮しすぎて眠れなかったです。私には日本はドラマの中に出てくる国です。アニメの国です。他の人が聞いていた国です。一体日本はどんな国かなって頭の中で繰り返し考えて日本へやってきました。本当でした。日本は本当に綺麗です。化粧品も美味しい、洋服もたくさんあります。私やっぱり日本女性です。電車もドラマの中に出たのと同じです。面白いです。きっといい生活になります。私は日本を来たばかりの時そんな感じがしました。でも私は赤ちゃんのようになりました。日本語も話せないし、日本の文化も知らないし、場所もわからないし、急に不安になりました。長い間に出かける時はいつも人の真似をするようにしていました。例えば電車を待つ時、一列に並びます。電車の中では静かにしています。エスカレーターでは左に立ちます。見る順番が決まっているお店もあります。一番不思議なことは朝ゴミを捨てるために早く起きることです。初めて洋服を買った時は店員さんは私に腰を曲げてお辞儀をしました。私内心はああそこまでと思いました。私は恥ずかしかったです。日本の文化が少し分かるようになったのは日本語の教室へ行って、日本語の勉強をしてからです。そこでただ日本語の勉強じゃなくて日本の見えないことも教えてもらったのです。一緒に地域、ケアプラザへ行って日本のお年寄りの生活も少し理解できました。今中国では一人子の家庭が多いので、もし中国でも相談サービスがあれば若い人の負担も少し減らすことができると思います。私はいつも日本語の先生と一緒に出かけて遊びながら自然に日本の文化が分かるようになりました。日本人は食事前に煎茶を飲み、食後はほうじ茶を飲むこと、日本料理は煎菜だということを先生から教わりました。面白いことには手紙は日本人の生活の中で大切な役割を果たしています。7月の下旬と正月に友人や知人にハガキを出します。昔はこの習慣は中国でもありましたが今はなくなってしまいました。なんとなく懐かしいです。今は私には一番困ることはやっぱり日本語の勉強と日本人の人との気持ち良い付き合い方です。傾向もあまりわからないので、もし子供ができた時学校の先生にちゃんと気持ちを伝えることができないなら子供の学校の生活もうまくいかないと思います。だからこれから日本語の勉強と日本の文化の勉強はもっと頑張らなきゃと思います。だから皆さんと一緒に頑張りたいです。日本でどんな生活が私を待っているのか私もすごく楽しみです。ありがとうございました。